こんにちは。お片付け研究室チャンネルの P です。今回はつい振り回される暮らしを変えるというテーマについて、エレイン・セント・ジェームスさん著、捨てる、片付ける、時間ができる、今すぐ実現できるシンプル整理術をもとに考察していきます。この動画を見ることによって、暮らしにゆとりが生まれる整理の考え方について学ぶことができます。ここで少々宣伝させてください。家電の買い替えの前に下取り価格が分かれば何かとスムーズなのに、お片付け研究室の運営会社アシストでは、誰でも簡単に LINE の自動査定ができる下取りチェッカーというサービスを運営しております。詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ LINE のお友達登録からお願いします。それでは本編に早速参りましょう。突然ですが、いつも物の片付けに追われ、時間に追われて慌ただしく暮らしている。もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、ライフスタイルの整理方法によって自分の時間を増やしていくことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、自分にとって大事なことを取捨選別する努力です。本書の著者はシンプルライフ実践家のエレイン・セント・ジェームスさん。彼女は日々10時間以上働く生活を長年続けた末、自分の暮らしがあまりにも複雑なことに疑問を抱いたといいます。自分の仕事には大して愛着を抱えていないにもかかわらず、他に何をしたらいいのかわからないという理由でがむしゃらに働き続け、私生活まで複雑化させるがんじがらめの状態に陥っていました。このような状態になるのはジェームスさんだけに限りません。アメリカ文化についての専門機関の調査によると、近年アメリカにおいても仕事よりも家族と一緒にいる時間を大切に感じると回答する割合が過去と比べて増加傾向にあると発表されています。つまり全ての労働者たちががむしゃらに働き続け、経済的な豊かさのみを追求する時代は過去になりつつあるということです。そこでジェームスさんが選択したのは、自分にとって大事なことを選び取るシンプルライフの実践でした。自分が何が好きで大事なのかわからないという人でもできる暮らしの取捨選別の始め方を詳しくご紹介します。ここでは暮らしの大切なことを選び取る方法についてポイントを3つに絞ってみました。まず、1日最低1時間をひねり出す。やりたいことリストの分量は現実的に。物との付き合い方を変える。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。まず、1日最低1時間をひねり出す。まずはじめに、まず1日最低1時間をひねり出すについて解説していきます。忙しい時ほど次々に予定が舞い込み、忙しさに拍車がかかる問題。この根本的な原因は、考えて選び取る時間を失っていることにあるとジェームスさんは考えました。忙しい時ほど効率よく物事を進めるために、日々のルーティーンを決めて行動を自動化させるのもよくあるパターンです。しかし、根本的にシンプルライフを作りたいのであれば、自動化する日々に毎日最低1時間考えるための時間を捻出するようジェームスさんは主張しています。理想は出社や退社の時間を今までより1時間短縮して仕事と暮らしの比重を変えてみることだと言います。とは言ってもそんな簡単に仕事の時間は変えられない人も多いと思います。そのような場合は例えば次の方法をジェームスさんは提案します。1時間早起きする。惰性的に見ていたテレビやスマホの時間をやめる。忙しい日々の中では難しいことかもしれませんが、まずは最低1時間を人生について考える時間のためにひねり出すこと。シンプルライフの始まりはここからです。また、毎日の1時間をひねり出せたら、ジェームスさんは次の2ステップをおすすめしています。1、これからの人生について集中して考えられる居場所を探す。近所の公園、カフェ、週末にこもる居心地のいいホテルや山小屋、場所はどこでも構わないとのこと。そこにペンとノートを持って考えるためだけに出かけます。2、今の生活をややこしくしているものは何かを考える。
例えば職場の人間関係、家事、趣味、育児、人によって問題は様々です。自分の暮らしを精神的に物理的にややこしくしている問題、またその解決法について向き合う時間をじっくりと作りましょうとのことです。やりたいことリストの分量は現実的に、続いてやりたいことリストの分量は現実的にについて解説していきます。今ある問題を解決し心のゆとりができたら、仕事の分量を減らし時間ができたら、やりたいことに割く時間を増やしたい、そのようにノートにやりたいことリストを書き出してワクワクと期待を膨らませた経験はありませんか？実際にジェームスさんの場合も過去の日記には仕事、付き合い、家計、趣味などの項目別にやりたいことをびっしりと書き出していたそうです。しかしここで注意したい点が一つ、それは大量のやりたいことを書き出してまた忙殺される日々を続けることだといいます。なぜなら本当にやりたいことが明確でない時ほどやりたいことリストは膨大に膨らむ法則があるからです。しかし残念ながら人生の時間は1日24時間までと決められています。やりたいことリストも厳選しなければ優先順位をつけられない多忙な生活と変わりありません。この結果ジェームスさんの場合の叶えたい暮らしの条件は5つまでに絞られたとのことです。やりたいことリストから現実的に叶えられる条件を厳選していきたいですね。物との付き合い方を変える。最後に物との付き合い方を変えるについて解説していきます。ここではジェームスさんが提案する自分の求めるシンプルライフに向けて行動を変えるステップについてご紹介します。その方法とは物との付き合い方を変えることだと言います。なぜなら物は生活を便利に豊かにする素質がある一方で簡単に私たちの時間を奪い取る存在にもなり得るからです。例えば私たちは基本的に自分が欲しいと思うものはお金を出して買います。そのお金の正体はやりたいことを我慢し費やした時間によって得られた金銭なのかもしれません。本書の内容から物との付き合い方に関してジェームスさんが主張するポイントは主に次の2点です。お金を使うことは自分の働いた時間を変換し費やす行為と解釈できる。物とは買った後にも時間を必要とする存在である。ちなみにもしも衝動的に物を買う習慣がある場合、1ヶ月の買い物据え置きリストを作るのがおすすめとジェームスさん。手順としては1、欲しい、買いたい衝動に駆られたら物の名前と日付を紙に書き、まずは商品の情報から一旦離れる。2、1ヶ月間他のもので代用できないか、これを買うならば一つ手放せるものは何かと考え抜く。3、1ヶ月後にも本当に欲しい、必要であると思えた時だけ物を買う。そのようなルールを作ると無尽蔵に物を買ってしまうループから抜け出せるとのことです。ぜひ試してみてくださいね。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず1日1時間を捻出し、人生や自分の問題について頭の中を整理するということ。そしてやりたいことリストはあまり詰め込みすぎず現実的な分量に絞るということでした。かつての著者がそうであったように、現代の暮らしで有能な人材として評価されるのは忙しさにくじけず能率的に習慣を作り働ける人なのかもしれません。しかしそれは本当にあなたが叶えたい暮らしでしょうか？いつも忙しく何かに振り回される不安感から抜け出せない、そのような時にやるべきはより仕事と暮らしを能率化することではありません。ポイントは一旦手を止めて頭の中を整理する自分の時間を確保することです。頭の中を整理し、人生で最低限守りたい暮らしの条件を厳選していきたいですね。以上でつい振り回される暮らしを変えるの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け掃除、家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。
気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。